荒口和弘前衆院議員、選挙ビラの非科学的主張で提訴へ、に対するみんなの反応集。原口和弘税収院議員が明治製菓ファルマの次世代 mRNA ワクチンコスタイベについて非科学的な主張をしていたことが問題視されているんだね。特に選挙ビラで治験をしたアメリカでもベトナムでも認可されていない未知のワクチンとか日本人がモルモットにされているといった表現があったみたい。これに対して明治製菓は名誉毀損で提訴する方針を固めたとのこと。原口氏の発言が悪意のあるものと判断されたんだね。悪意はないと思うよ。政治家は慎重に選ぼう。陰謀論を公にする理由が謎だよね。原口は負けると思う。間違った主張をしているから、裁判で負けないと気づかないんじゃないかな。裁判で負けてもわからないよね。逆に注目されるだけだよね。反ワクチンは陰謀論者の流れ。コロナワクチン推進の政治家に不満。自民党が明治に情報を流したのかもしれないね。未知のワクチンが認可されていないのは事実だし。政治活動に口出しするのは良くない前例になるよ。勝てるかどうか疑問だね。レクリコンワクチンは認可されていない未知のワクチンだという意見だね。負けることが必ずしも間違いとは言えないよね。反ワクチンの原口議員、言い訳が楽しみだね。社員が危険だって本出してるの？日本以外の認可も考慮すべきだね。原口への攻撃があったね。立憲民主党の話題。刑事訴訟が妥当だね。その人の話とは関係ないよ。提訴は落選狙いで自民党が関与かも。ワクチンと反ワクの対立がね、投与とパヨクに似てるね。原口議員は強力な支持基盤がある。立憲議員が非科学的な主張をするのは問題だよね。提訴するのは安全性データを示さず、コスタイベに自信がないからかも。原口のビラが疑問視されているわけではないし、言論封鎖を疑う声もあるね。信じられないモルモット発言。国民の命を守る政治家。その発言は原口前議員の主張や選挙ビラに関連しているね。みんなの反応としては、原口和弘前衆院議員の発言に対する批判が多く、特に彼の主張が非科学的であるとの意見が目立ちました。また明治製菓ファルマの提訴に対しては、原口氏が悪意を持って発言したとする見方が強い一方で、彼を擁護する意見もありました。少数意見としては、原口氏の発言が必ずしも間違いではないという意見や、裁判の結果に対する懐疑的な見解も見受けられました。当チャンネルの意見として、原口氏の発言は科学的根拠に欠け、誤解を招くものであると考えます。政治家は発言に責任を持ち、慎重であるべきです。